水門にぶつかった波がちょうど監視カメラの下のところで立ち上がって、それが跳ね返っていく様子は映像には映ってました。これがその時の映像です。まずやってきた正面からの波に右からの波、さらに左からの波が重なり、高さを増した津波が水門で跳ね返っています。この映像でも